ポストのミスマッチのところのパスターのところのプレッシャーがしっかりかかってますよね。はい、昨日の試合でも中山が言っていました。さあそして古川のスリーどうだ。いい形ですね、はい、川崎はここ一つ我慢して守りたいですね、はい、さあ古川どうだ。アウトサイドエルボースリー連続2本目。少しこうイージーにやらせてしまっているというところをこう一つ修正したいということだと思うんですよね。でまた佐藤のところも気にしてるんです。